大人の遊びをしようじゃないか。レバレッジ投資家いつきです。本日もよろしくお願いいたします。さあ、XOXL がね、10ドル台に復帰してきました。反発が開始なのかどうかと。今週に入ってからはね、いつ反発してもおかしくないですよという話をしています。それに対してね、そんなわけあるかいなぁと言われていたんですけれどもね、ここから。 反発がね、開始していくのかどうか、9月の30日、爆上げ予定だということで。さあ、それではね、いつも通り原油価格から恐怖指数の方をチェックしていきましょう。もちろん SOXL のね、水曜日のマーケットをしっかりと確認。木曜日以降の戦略会議、スタートです この番組は長期投資資産形成ではありません。短期取引でお小遣いを増やしていくチャレンジ企画です。4ターン目からは SOXL しか使いません。もうインバースは凝りました。ということなので、絶対に負けない取引を実践で 皆さんに見ていただきたいというね、番組です。使い方にもよりますけれど、SOXL は安全資産です。これを証明していきたいと。3倍もののレバレッジは怖い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 と、巷では言われておりますけれどもね、何も往復することはありません。しっかりと SOXL の特性を活かして取引をしていけばね、これほど安全で、これほど資産を 爆走させていただける商品は他にはないんじゃないかなということでね。SOXL は3倍の ETF 商品の中でも群を抜いています。安定感ということがねありますので、それをね、もう口でね、SOXL のいいところなんていうのはね、今まで散々言ってきてましたから、実践して皆さんに見ていただきたいと思います。さあ、それではね、いつも通り国債をチェックしていきましょう。10年債利回り3.73低下。 2年債利回り4.12低下ということで水曜日のマーケット、米国債はものすごく、ね、買われたという状態になっております。ニュースの方ですね。ドラケンミラー氏、来年にリセッションが起きなければ驚きと。そして最近の米株安、景気後退は確実との継承と。JP モルガンのモデル示唆。 アメリカのね、リセッション確率は、なんと脅威の92%と、8月の51%から上昇ということになってきております。まあ、この手のね、えー、記事が出だした時っていうのは何を気をつけないといけないかって言いますと、 このね、えー、アメリカのリセッション確率が92%になってる。これが当たるのが当たらないのかっていうのはね、別にどうでもいい話なんですね。えー、こういうね、ニュースが大きくなってきますと、大口の投資家とか、えー、そういうね、えー、人たちが、このね、えー、あ、来年ぐらいにじゃあ、アメリカのリセッション来るのかと、ポートフォリオを組み直しておかないといけない。ということでね、ポートフォリオの方を組み直していく人たちが増えてきますので、 まあその時にね、株価が上下するということがありますのでね、まあこういうね、記事が当たる当たらないじゃなくてね、ああ、そろそろまだね、ポートフォリオの組み替えが起こるのかっていうね、誰かさん得意のセクターローテーションが起こるのかということをね、まあ考えていけばいいわけですね。我々はリセッションが起ころうが、上昇局面に移っていこうがね、何も変わらず SOXL でただ待ち受けるだけと。 原油価格の方です。81.93ドルということでね、前日比よりかなり大幅に上昇してきました。ただし、この原油価格は100ドルが適正だと思っておりますので、それよりも今、大幅にね、下落しておりますので、今のところ、安値圏内でね、しっかりと留まっていただいていると思っております。ただしね、最近、原油もね、売られに売られてましたんで、そろそろ買われ出したのかなと。8月、9月、このね、原油価格っていうのは、すごくね、安値で安定しております。 インフレの数値、CPI にもね、どん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 良い影響を与えてくれると思いますのでね、100ドルぐらいまでのレンジで、まあ、安いところで推移していただいていればいいかなと思います、あとはね、天然ガスと中古住宅価格、ここも、ね、しっかりと下がってくれば、インフレの難化っていうところはね、目に見えて分かってくると思います。 こちらはね、ナスダック100に連動してる恐怖指数の方です。35.5とね、前日よりもね、マイナス4.44%ということで下落してきました。一旦マーケットはね、落ち着きを取り戻しつつあるのかなということで、あとは今週いっぱいかけてね、まあ、30ぐらいまで落ちてくればね、 うん、一旦今回の下落っていうのはねえ、止まっていくんじゃないか。底打ち感っていうのがね、少し出てくるんじゃないかと。ただし、これが底打ちなのか、ちょっとした反発なのかっていうところはね、はい、10月以降に楽しみ。 ただ普通に考えると、11月に選挙の方もありますのでね、10月は上昇のターンと考えてもね、全然おかしくないと思うんですけれど、まだまだそこをね、掘っていきますよ、掘っていきますよという人たちはね、一体いつまでそこ掘るんだということでね、下がりっぱなしのね、相場っていうのはありえません。ただし、上がりっぱなしの相場もないということなのでね、適度なところで上昇はね、かけていくと思います。 SOXL の冷やしの方のチャートになっております。終わり値が10.17ということでね、しっかりと上昇してきたと。前日比プラス3.67ということで、まあ2日続けてのプラスということになっております。 ただし TDC シャル的には7営業日、下落トレンドは継続していると。そろそろ TDC シャル的にもね上昇トレンドに移るんじゃないかなと思います。出来高もしっかりついておりますし、要線で終わっているということもありますのでね、しっかりとここから伸びていくんじゃないかなと思います。 まあ、SOXL のね、魅力の一つっていうのは何かというと、この出来高の高さですね。この出来高が高いということは、短期で取引していってもね、板が豊富にありますので、まあ、しっかりとね、取引が成立していくということなんですね。これがウェーブルとかですとね、どうしても板が薄い、出来高が少ないということになってきますので、 頻繁にね、あまり取引するのには向いていない銘柄となりますので、まあ、SXL はね、長期で持つのも面白いですし、短期で取引するのもね、出来高がしっかりつくからね、面白いということになっています。ただ、平均の出来高もね、最近ぐっと伸びてきておりますので、まあ、ここ、一気の急上昇、期待していきたいところですね。 こちらはインバースということで SXS ですね。もちろんシーソーの関係ですから、7営業日連続上昇を継続していると。ただしこちらは SXL と違いましてね、できたかの方がかなり細ってきているということなので、まっ、あ、た上昇の、ね、終焉が見えているんじゃないかなと思います。 SOXL のね、冷やしの方のチャートになっているということで、も、ま、う、あ、ここはね、綺麗みなく上がっていったということでいいですか。最後ね、上がりすぎたので、ポコッと買われているというところがね、嫌吉ですけれども、まあ、いたか方なしかなと。終わり値がね、10.2ということになっております。安値の方は9.45まで掘りましたけれど、最安値の方はね、それ以上更新していないということで、52週の安値は9.39でね、変わりなしと。開始が9.57。 高値が10.34ということになってますから、はい、ここから、えーね、週末、月末に向けての上昇があるのかどうかと。木曜日の、ね、SXL のレンジは上は 11.83、下は8.56ということに、ね、なっておりますので、まあ、私の場合は上昇していくんじゃないかなというふうに思っておりますので、うん、まだまだ利確はできない。いいけれど、しっかりと上昇していっていただかないと困るということなので、まあ、今月しっかりと上昇して、来月に期待していきたいところと。 さあ、SOXS ですね、えー。こちらの方は終わり値が61.25で終わっておりますので、木曜日の値動きとしては、上は71.05から下は51.45ということなのでね、まあ、そろそろ理覚ね、えー、されたい方はね、えー、このあたりでね、手を打っておくのも一つの手じゃないかなとは思います。 さあ、終わりでベースでね、SOXL10 ドル復帰してきましたので、まあ、そろそろ会場は終焉に向かってるんじゃないかなということでね、まだ SOXL ね買われていない方はね、まあ、今週ぐらいが、せいぜい世間の山になってくるんじゃないかなということがありますのでね、まあ、このチャンスを逃すことなくということで、まあ、私の方は相変わらず262株で終了しております。 平均取得単価17.5534なんでね、まあもう少し買って下げておいてもいいかなとは思うんですけれど、まあナスダック103倍ブルの方ももうちょっと欲しいかなと思ってるんで、まあどっち買おうかなということでね、今迷っております。そして平均ね、損益の方がマイナス41.89。まあこのあたりで今回一旦止まったんじゃないかなと思ってますけれど、あまりにもね、ここをなんか心配する人たちが多いんですけれどね、なんでこんなね、評価損益のところなんて気にするんだろうと思います。なぜかというと、 この評価損益っていうのは現在値がね、下がれば下がりますし上がれば上がっていくということになっておりますので私たちのね、一番重要なのは何株持っていてそしてね、自分の持っている平均取得単価がね、何ドルなのかというところをね、気にするべきなんですよね。こここをしっかりととと下げていくといくうことは、 損益分岐点を下げるということになってきますから、まあ、ここをしっかり下げておいて、損益分岐を下げるということをね、力を入れていかないといけないんですけどね、ほとんどの人がこのね、評価損益のところがマイナスになってる、マイナスになってるってね、なんかブチブチ、ブチブチ言ってますよね。で、SOXL をね、持ってない人がね、はい、持ってる人に対してね、ほら、マイナス出てるじゃないか、損してるじゃないか、なんて言ってるんですけどね、アホ抜かせと、今仕込みの段階やっていうね、話でね、皆さん 仕事は段取り8部、現場2部ということでね、仕込みの段階でマイナスが出ていてもね、売りに出す時自分が売る時にプラスになってたらいいんじゃないかということをね、すっかり忘れてる人たちだらけじゃないかなと思いますま。今回の仕込みはね、ほとんど私の中では終了しておりますので、あとは上昇を待つばかりと、9月残りの日日にちと、あとはね10月いっぱいぐらいかけて上昇していくんじゃないかなと思ってますので、ここは楽しみに待っていきたいと。 29日木曜日の、ね、指数なんですけれど、実質の GDP、GDP デフレーター。 pce デフレーターの方が出てきます。個人の消費も出てきますし、毎週出てきている新規失業保険申請者数も出てきますので、このあたりがね、多少株式マーケットにも影響をね、与えるんじゃないかということですけれど、すべての指数が21時30分、これは日本時間ですね。日本時間の21時30分に発表されますのでね、まあ、マーケットが開いた時にはこれはもう折り込み済みだということになってるんで、まあ、プレマーケットの時に上昇するのか下落するのかしっかり 確認していきたいと。 さあ、29日のね、戦略会議なんですけれど、まあ基本的には TDC ケンシャルは下落トレンドということので、もちろんね、下を掘っていくという、ね、展開は、展開になってるんですけれど、私は TDC ケンシャルよりも先にね、上昇していくんじゃないかというふうに考えております。なぜかというとね、はい、28日のマーケット、国債買われ、原油買われ、株式買われておりますと。まあこうやってね、今まで全てね逆だったんですよね。国債売られ、原油売られ、株式売られという状態だったんで、まあそれがね、 反転、はいえー、したんじゃないかと思ってますんで、下落は一旦終焉に向かうんじゃないかと。えー、ただし、じゃあ今回の下落がここで終わるのかっていうのは、まあ、それは誰にもわからないけれど、一旦のねの、えー、下落っていうのはまあ終焉に向かっていくと、次は反発していくと、まあ、1ヶ月ぐらい、ね、反発していただければ、えー、皆さんの、ねえー、空気感っていうのもね、あれ、またね、そこ簡単じないかとかっていう、ねえー、YouTuber が増えてくるということで、ね、アホかということでね、えーどうぞ 上がればね、はい、えー、そこ打った、下がればまだまだそこ掘っていく、どっちやねんっていう話ですね。はい。さあ、SO、SXL のね、まあ、ポジションが重要ということなので、終わりでベースで見ますと10.2ですのでね、ここからマイナス16%下がれば8.56ということになりますので、8ドル台のね、SXL、SO、が狙えるポジションにあることは間違いありませんので、まあ、私の方は9.39でね、待ち構えて,て、そこからはね、0.5%刻みで8.56まで一応ね、指しておくということになります。 なってますこれは楽天証券ではなくてマネックス証券の方で購入していこうと思っております。まあ株価下落はね、え仕込みどころ以外の何物でもないんですけれどもね、なぜか人はね、えそこを売ってから買った方がいいんじゃないですか、なんてね、えー、こと言いますけれど、そこのサインどうやって見つけるのか教えてくださいと。前回7月5日に速度10.53、下ひげつけたところですよねえ。そこで仕込んだ人はあっという間に倍になった。21ドルになりました。今回はね、この9.39で、 仕入れた人たちっていうのがね、まあ、あっという間に倍になるんじゃないかと。まあ、倍になるということは、まあ、18ドルあたりですか。まあ、このあたりぐらいまではね、えー、しっかりと10月いっぱいかけて上がっていくんじゃないか。さらにね、上昇していただきたいところです。歴史はね、必ず繰り返していきますのでね、今は、 ただの大チャンスあげんでしかないということでね、悲観するところではなくて、積極的に喜んで購入していくところじゃないのかなと思うんですけれど、大多数の人たちっていうのはね、まだまだ安くなるってね、どこまで安くなる思ってんねんという話ですけれど、株式、原油、債券べて裏で売り物がなくなった時に上昇すると言っておりました。さあ、売り物がなくなって、昨日は買われているんじゃないかということになりましたので、暴落の終焉、稲妻が輝く時がね、刻一刻とお迫って てていると考えておりま,すまあ人間の心理っていうのはねすごく単純でね大多数の人がねもう終わりだといえばねなんかね自分の持ってる SOXL がね終わるようなね気になってくる人たちが多いんですけれど今一度考えてくださいよと SOXL っていうのは世界最強の半導体企業の集まりですその企業が終わるかということでねあのしっかりと自分が保有している企業 SOXL の中身どの企業がね 集まってるのかっていうのをね、今一度冷静に考えた方がいいですよね。ナスダック100にしてもそうですけれど、世界最高峰の企業が100社。SOXL でしたら、世界最高峰の企業の 集まりということをね、まあ、今一度考えて、えー、ね、あの、自分の持ってるね、うん、SXL が本当にね、終焉を迎えるのかどうか、まあ考えていけばね、おのずとね、結果っていうのは出てくるんじゃないかと。えー、特に騒いでる人たちっていうのは SXL を持っていない人たちが騒いでるっていうこともね、十分考えられますので、まあそういう人たちにね、惑わされることなく、しっかりとね、上昇局面に入っていって、 で、我々は次はね、短期の取引ですから、理確するタイミングを狙っていきたいと思います。さあ、本当にね、上昇していくのかどうか、今日もね、22時からいつも通りライブ放送の方をかけていきますのでね、ライブ放送のご参加お待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。